さあ、最高気温は37度、今年一番暑い夏となった大村のこの夏一番の暑いレース、G3 第1回ウエスタンヤング競争優勝戦第12レースが始まりました。作戦行動についてはやはり本番でも動きなく、1、2、3、4、5、6の展開、1コース1号艇福岡篠崎仁、その背中を追い続けた兄を抑え逃走劇を見せたいところ、2コースは2号艇福岡篠崎元氏、ボートレース界最強のブラザーズ、この一戦も兄の存在あってこそでその存在感を見せつけますか。3コース3号艇岡山渡辺和正、中四国地区の期待のスター候補選手です。ここは九州勢5人を相手とした一戦、4コース4号艇の福岡松尾貴明、4角まくりを決め第26代新鋭チャンプに輝きました。さあ、今節平均スタートタイミングコンマ1で驚異のスタート構成なるか。5コース5号艇差が山田浩二、ヤングダービーの先には初の SG ボートレースダービーへの出場も見えてきています。弾みの勝利を挙げたいところ。そして6号艇福岡塩田北斗、6コース先月の初優勝から抜群の勢いを見せます。メンバーで唯一ヤングダービー出場権がかかる、その気合がけにも注目です。第1回ウエスタンヤング優勝戦第12レース、1番2番3番4番5番6番枠なり進入3対3、スタートしていきました。踏み込んだスタート、1番4番5番6番2番3番へこんだ格好はさあ1周1枠、1号艇の篠崎仁が回る、4番の松尾の角攻め受け止めました。1号艇の篠崎仁がリード、追走は早くも5艇審査になった2着争い、5番2番4番3艇接戦、内々から3号艇の渡辺もこれに絡んでいきます。スタートは前艇正常でした。さあ、すでに逃走劇、1号艇の篠崎仁1周2マークを旋回、焦点の2位争いは兄の2号艇篠崎元氏が先行か。さあ、しかしインコース4号艇の松尾が迫る、外も5号艇の山田が食い下がる、4番2番5番三つどもえ、レースは2周目第1ターンマークの攻防です。先頭の1号艇の篠崎仁2周1マークをきっちりとクリア、2番手は4号艇の松尾が先行も懐迫って2番5番と入れてくる、依然として3艇横一線インコースから2番5番4番と競っています。後に続いている3号艇渡辺、あるいは6号艇塩田、少し遅れを取っての追走で2周目第2ターンマーク、トップ1号艇篠崎仁。さあ、2位争いは2号艇の篠崎元氏が一歩前でしたが、4番5番とやはりインコースに迫ります。最終周回まで決着見られず2位争い展開されますが、同等のトップ独走は1号艇の篠崎仁、最終第1ターンマークを旋回、2番手4号艇の松尾貴明が回ってここでリードを奪った様子、惜しくも3番手2号艇の篠崎元氏、そして4番手3艇審査5号艇の山田浩二、後方には3号艇渡辺、6号艇の塩田が続いています。最終ターンマーク1番4番2番と返すところ、2連単の14 7.1倍、3連単の14に 16.0倍のオッズです。第1回ウエスタンヤング競争優勝戦、先頭は1番篠崎仁がゴールイン、2着は4番松尾、3着2番の篠崎元氏、そして5番山田、3番渡辺、ラスト6番塩田、ゴールしました。第12レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着4番、3着2番、以上です。お客様にお知らせいたします。優勝いたしました1号艇篠崎仁選手のウィニングランが行われます。どうぞ皆様ご声のほどよろしくお願いいたします。